向いても向いても川ばかり。夏野菜が終わったんで、もうキュウリとかズッキーニとかこの辺りを、ナスビもトマトも終わったから全部引っこ抜いて土を秋野菜用に耕します。あんたはそれ見て笑うのさ、そんなもの食えるはずねえじゃねえかってさ、あんたは知らないのさ、この醜い川の下の甘酸っぱい汁たっぷりの果実。雫が滴り落ちてきて、試しにそいつを舐めてみた、夢のような味がした。おお、諦めねえぞ。反省点といえば、いろんな種類を植えすぎたっていうね。欲張って分かんないから。ああ、じゃあ各々にやっぱ手入れ方法っていうか変わってくるわけだ、うん、こいつは水がめちゃめちゃ好きで、はいはい、こいつはちょっとトマトはね、あんま水やんない方がいいとか、これからまた秋冬野菜やっていくけど、それで再チャレンジできるのはジャガイモだね。でもあれ意外じゃなかったですか。唐辛子とバジル、あと何でしたっけ、ズッキーニとかはいっぱい実ったよ。その実らんやろうなと思ったのが結構実ったから、唐辛子とか難しいんかなと思ったらめちゃくちゃできてからめちゃくちゃうまかったですよね。ミュージシャンの人たちとかもやっぱステイホームになって、家庭菜園とかベランダ菜園とか SNS とかでねアップしてる人もいろいろ見てきて、やっぱそうなるよなと思うよね。ああ、うん、意外に無事やね。水が溜まっとる、うん、さっきからずっと吸ってるんですよ。全然引かん、なんか砂が詰まってたんじゃないかな。オクラが、あの葉っぱが全部なくなっとるっていうのはすごい。うわ、最後の枝豆。あ、ダメなそれ。いや、これいい。食えるの？これだけ食べようかな。じゃあ、なんかもっとお客さんになんかね、なんか食べたいっていう人結構夏野菜もいろいろ作ってたんですけど、うん、豆腐作ればって大豆そうだって。青汁豆腐ですか。それは青汁豆腐なんだ。いや、麻婆豆腐。青汁1回だけ作りましたけど、豆腐みたいになりましたね、こうして。固まり始めて買ったっすね。あれはあれで美味しかったっすけど、ね。土作りで今寝かしてる状況で、秋野菜を、冬野菜とか植えて、お世話し始める予定で、まあ、11月ぐらいには収穫祭でみんなでバーベキューして、一旦嬉しくなるのはそこで踏み入れつけたらいいなと。一回失敗しとるからね、もうちょっと慎重にいくよ、じゃがいもは。これ芽が出とるやん、はい、芽を上にして
これ3つ分ぐらい深く、こんくらいぐらい土を。3つ分浅かったやん。3つ分ってだいぶやん。約3つ分。あ、縦にじゃがいも3つ分掘らなきゃいけないんですか。水は根を上にして根を、うん、知りかけるみたいな。人参の種ってこんなやん。以上。以上だ。薬みたいな。2本で。でしか書いてないです。1、1、1やね。ですよね。2本あってもしょうがないです、ね。じゃあ入れていくちょっと。土です。あの農園はちょっと解約したとしてもベランダとかね、うん、各々の菜園とかで生きていくんじゃないかなと思うけどな。まあ夢は山を切り開いて切り開いて伐採して丸太小屋建てて鶏ヤギ牛酪農をやって真夏にはそこでベーシックロックフェスが開くっていう。雨にも風にも冬にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、黙々とコツコツと種をまいている。自分のやるべきことをやり、愛すべきものを愛し、守るべきものを守り。